みなさん、ヤッホー、リクチャンネルのリクと、リクチャンネルのレイくんです。今日は、ついに、レイとロッキー、初対面させます。初対面って言っても、まあ、顔近づけるってことじゃないんですけど、初めてロッキーにこの子を見せてあげちゃいます。もうね、ずっと楽しみにしてて、あの美容院の先生とかブリーダーさんは顔を近づける、一緒に遊ばせるとかは3回目の注射が終わるまではやめた方がいいってことだったんですよね。なので一緒にいさせてあげたり遊ばせたりはできないんですけど、ちょっと離れたところで顔を合わせてあげるっていうのは大丈夫だよって言ってたので、今回初めて見せちゃいます。まあ合わせるっていうより見せみたいな。甘がみ始まりますか。はい、もうね、めちゃくちゃやんちゃで可愛いですね。ね、パパに会えるんだよ今日。じゃあね、果たしてロッキーとレイの反応はどうなるのか。前の動画でもね言ったんだけど、あのね、ロッキーめちゃくちゃ会いたがってて、まあ、分かるんだよね。ロッキーちょっと隙間から見えたりしてたから、子犬がいるっていうの分かってるから、結構もうロミの部屋のドアの前にねいたりで、ずっとドアの、あのドアあるじゃん、下の方でこうやって、これドアの下ねってやってんの、ロッキーが。でその音を聞いたレイもドアの下の方行ってこうやってやってんの。めっちゃ可愛くない？本当に可愛くて、どっちも会いたがってるんだけど、やっぱり免疫がまだないから、赤ちゃんだから。もしね、ロッキーが平気なバイキンでもこの子にはね平気じゃないっていう場合があるので、やっぱり近くまでは行かせてあげられないんだけど、まあ、こっから、まあ、ドアのところまでの距離でね、ロッキーの反応見たいと思います。で、今日ね、リクもやろうかなと思ったの。でもリクはちょっとまだ危ないなと思って、心配で、リクね、やっぱりロッキーと暮らし始めてから、最初の方はロッキーのことめっちゃ噛んでたから、リクはまだもうちょっとかなって思います。で、今もね、多分ロッキー絶対にドアの前にいるから、そこのドア開けて、どういう反応するのか、見ています。レイちゃん、レイちゃんって呼んじゃうの、なんかね、赤ちゃんだからね。じゃあ早速、レイ、パパに会う？はい、皆さんついに見てください、ドアオープンしたよ。で、ロッキーちょっと離れたところでね見てんの。え、レイ気になる？パパだよ、パパ。 You're a lonely sailorレイ、ついに初対面だよ。行きたいの？はい、おいで。はい、じゃあついにレイ初対面です。パパだよ。Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it's a bit I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone now.That's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better. ポリコ、そういつもね、ダメだよって言ってたから分かるんだね。近くに行ったらダメなの。かわいい。パパだよ、パパ。That's why I wrote you a letter, cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were.Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we.ダメだよ。でもね、ロッキーめっちゃお利口に待ってる。
気わかるね。ポンは言ってじゃあね、ちょっとね、騒ぎ始めたので、ここまで決まっててね、ごめんね、バイバイ。はい、はいはいはい、パパだよ、パパ。どう思ったのかな。ね、めっちゃ反応は可愛かったけど、なんかさ、最初さ、首こうやってやっててさ、めっちゃ可愛かった。やっぱり会いたがってましたね。ずっとね、ドアのところでね、お互い会いたがってた。見て見て見て、ほらほらほら。もういつもこんな感じでね、会いたがってるんですよ、どっちも。ね。じゃあ今ロッキーどんな感じなのかちょっと見てみます。今ゲージの中入れたから、じゃーん、お座り。気になるね、ごめんね。ごめんね、ロッキーさん、赤ちゃんの匂い。Every detail in my head, but it doesn't really matter. Nothing matters, so I cry. Rocky, もっと会いたいの？可愛いね、ロッキー。じゃあロッキーやってって。バイバイ。ごめんね。バイバイ。はい、じゃあということで今回ロッキーとレイ初対面させてみたんですけど、まあ、どっちの反応もめちゃくちゃ可愛かったですね。レイはずっとこうやって「ん？ん？」みたいな感じでやってて、でロッキーはずっと見てるだけで、途中なんかおもちゃ見てたけどでもね、多分どっちもね会いたがってるので、早く3回目の握手終わったし、まだ1回目しか終わってないよ。長いですね。あと1週間後くらいに2回目打って1週間でしょ、でその2週間後にあと3週間3、4、4週間くらいかな、長くて、はあ、長いですね。まあ気長に待ちたいと思います。早く2人で遊ばせたいですね。リクの反応も見てみたいから、うん、楽しみにしてます。はい、じゃあということで今回レイとロッキー初めての顔合わせやってみたんですけど、もうどっちもめちゃくちゃ可愛かったです。で、これからね、どんどんね、ロッキーとかとね、遊ばせたいなって思うんだけど、やっぱり3回目のオークションが終わるまではロッキーと一緒にとかリクと一緒にはできないので、でロイもめちゃくちゃ楽しみにしてるから、皆さんもうちょっとだけ待っててください。何してんの、どう噛んでんの。はい、じゃあね、またロッキーベイビーレイとの動画見たいよって思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロメの SNS もフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、レイもバイバイって言って。レイちゃん、はい、ちょっとおもちゃで楽しいのわかるけどさ、バイバイって言って。かわいいね。Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry.